やあ皆さん、ザ・ロング・ダークのウィンターミュートのプレイ動画へようこそ。やっていきましょう。ウィキを見たところ、銀行のどっかの机に銀行の管理者の家の鍵があるようで、その家の中でメモを探して大金庫の暗証番号を見つけるという手順を踏まないといけないようですね。で、現在ね、バックパックいっぱいなので、いらんもんをね、おばあちゃん家に捨てておきましょう。これ履こうかな。あ、これ履いてんのか。いらんもん。とりあえずこれ、捨てましょう。衣類が結構重いですよね、このゲームね。今何の靴履いてんだろう。ウィールのブーツか。それよりもこっちの方がいいんだね。くたびれたハイキングの靴。じゃあこれ履いておきましょう。で、ウィールの靴は捨てるか。まだ重いですよ。いい状態のワイシャツを捨てようかな。もう重ね着は、あ、やっぱり捨てた方がいいな。あとの重みへ、どうしよう。どうしたらいいの。めっちゃ重いやつないの。重さ、あ、紙の束で 1.8kg。 これめちゃくちゃ重いな。新聞稿全部捨てましょう。めっちゃ軽いじゃん。じゃ行こう。今時刻がわからないんですけど、オオカミいたっけな。まあ、いたとしてもささっと入っちゃいましょう。で、この前ね、銀行の管理者の家の場所は、ちらっとね、プレイ中に、見た記憶があるんで、場所はわかるんですよ。問題、鍵ですね。家の鍵。多分これがね、銀行の管理者の机だと思うんで、この辺りちょっと探してみよう。まあ、あるとしたらこの辺りだよね。まあ、それしか考えられないよ。ありました。見過ごしてたんですね。もったいないんで電気止めましょう。で、行く途中に狼に出会わないよう祈りましょう。あ、俺この家まだ入ってないな。この家も入れる家いっぱいありますね。確かこの辺りのどっかに家があったと思うんだよな。あれ、今、狼いなかった？なんか詰まったな、やばい。狼いなかった、今。いないか。これそうなんじゃないの？違うんだ。あ、狼いた、いた、やっぱいたわ。入っちゃいましょう。もし狼がね、スタンバってて、出れないようだったらここで一泊しましょう。今喉乾いてるんで、水飲もう。
じゃあ調べよう。ついでに飯も探すか。これ随分散らかってね。これなんだよ、これ。新聞紙のロール。あ、飯がありました。だるまストーブありますね。もうここで生活できるじゃん。食べ物さえあればね。エクセレント。へこんだドッグフード。あ、冷蔵庫もあった。何もない。悪臭のする白マス調理済み。味は劣るが何もないよりマシだ。そもそも食べれんのそれ。ここにはないですね。シンプルなフード付きジャケット。おい、革靴があるぞ。なんか大した革靴じゃないな、これ。いらんな、これ。いい状態の薄手のウール。濡れても暖かさを保てる。すごいのが手に入ってしまった。もう濡れると使えない系よりだいぶマシですよね。いい状態のカーゴパンツ。ああ、いいね、これもらいましょう。履き替えようかな。あ、ちゃ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 。あ、いらん。メモがないぞ。チョコレートバー、大金庫の暗証番号。手に入ってしまった。サミットソーダ。何もないですね。トイレの水汲んどく？裁縫セット。トイレの水入手しとくか。まあ、1キロぐらい。あ、違う。飲むじゃない、飲むじゃない。危ない。飲んじゃった。入手する量？あれ？汲むんじゃなくて、なんだ？なんか、まあ、いいや。いるんじゃね？狼。いるじゃん。どうすんのあれ。一旦セーブだな。あんなん嫌がらせでしょ。出れないじゃん。なんか明かりおかしくね。これオーロラかな。家から出てみます。助けてくれよ。俺よ。俺こっから石ころ当ててやるよ。んじゃあもう。人間を舐めるなよ。行きましたね。ああ、こっから銀行はちょっと遠いね。行ける距離じゃないよ。死んでくれ。ダメだ。時間潰すか。しょうがないからだるまストーブに火でもつけるか。最悪寝るしかないかもしんないな。トランプでもやりましょう。あ、もう暗いんで寝ちゃうか。どうしような、悩むな。できるんだったらおばあちゃん家に行きたいな。じゃ、もう一回試そう。もう一回出よう。これでまた、狼がスタンバってたら、俺もう、寝るしかない。火つけて。あ、やばい、出口が見えない。ここだっけな。違う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 。
もう一回出てみましょう。あそこにいますね。ずいぶん遠くまで行ったよね。遭遇しないようにこう迂回しながら行こう。また別の狼がいたりして、ありそう。走るか。よし、金庫開きましょう。暗くなると探索に支障が出るんで、もうささっと行っちゃいましょう。違う違う違う。マジか、またか。あ、こうじゃないと。ああ。多分この辺りだ。違う。あと一周か。違うんだ、こっちから行かないとダメか。で、次は。燃料なくなっちゃいますよ。そろそろなんじゃないのか、俺の勘が言う。ああ!30 か。21ですね。30、じゃあ21でその後30だ。多分40か、今度は。違うな。50かな。0かな。5かな。10。ああ !9 あたりですね。あと1周だ。開けよう。コンテナの中見とこう。石油缶とか買うかもしんないからな。石油缶が欲しいよ、もう。めちゃくちゃ。ちょっと俺の頭の上に今、雲が歩いてますね。虫の雲が。マザーグレイのセーフティーボックス。これもらいましょう。現金。これ現金ぶっ込むか。燃やしましょう。チョコレートバー。なんでチョコレートバーがセーフティーボックスにあんの?どんだけうまいんだよ。え?さらにまた別の鍵がいるようですね。本。7番。なんか、いろいろありますね。いいよ、帰ろ。暗いね。ちょ、一旦セーブだな。狼が待ってるかもしんない。待ってても走るよ、俺。やっぱやめよう。走っちゃおう。いやー、なんとかなりました。Did you find it? Here's the safety deposit box from the bank. I still don't understand. Shh. Give me the box. 何も見えないだろ、お前。You sent me to steal jewelry for you? You said this would help me find her. Have faith, outsider. It will.あれ? One last thing for me, and then I will tell you what you need to know.
I'm finished with this. I'll find my own way out of here. Then you will die like the others. Just one more task for Grey Mother. Man who fell from the sky. 何も見えない。And then you'll get the answers you need. あの宝石って…キリスト教の宣教師とかが腕に巻いてるやつじゃないでしょうか。 What's this last thing you need from me? Right or wrong from the past, outsider. That's all I ask. How can I do that? Take these pearls to Lily. 真珠。 Lily? 真珠？どうして銀行から真珠を盗んでほしいんだ。銀行じゃないバーカー農場からだ。いや、バーカーさんがグレイマザーの真珠を盗んだ後に銀行に預けちゃったんですね。あいつはもう農場にいないよ。他の臆病者たちと町を離れて、それから何か起きたのか。いや、奴は死んだんだ。狼に殺されたらしい。そしてそれっきりだ。リリー、俺の友達について話していると思っていたんだが、リリーっていうのは誰だ。基地、あ、じゃあ墓地に行けば彼女に会える。娘か孫ですね。教会の近くの墓地だよ。町に来る途中に通っただろう。橋渡るその手前あたりに狼いましたよ。どうして彼女が教会の近くで俺を待っているんだ。意味がわからない。いや、待ってるって、その、死体とか、そういうやつじゃないの。彼女はあんたをそこで待っている。行けばわかるよ。意味がわからん。わかった、俺の友達を探すのに役立てばいいが。さあ、明日だな。おい、ちょっと、自家製スープありますね。あ、そら、起きたら飲もう。どうしよう。もう寝ちゃうか。寝ましょう。8時間ぐらい寝ましょう。ってことは、教会の近くの墓地で、リリーに会うか、リリーが死んだと思われる墓石を探さないといけませんね。なんか飲み物ないかな。重すぎ。まだ暗いですね。あと3時間ぐらい寝よう。もう明るいんじゃない。そろそろ明るくなってもいいと思うんだよな。あー、ダメだな。ちょ、何この椅子、びっくりしたわ。あと2時間寝ましょう。ちょっと悪臭のする、なんだっけ、マスだっけ、白マスだっけ、あれ食べちゃおうかな。あ、これ食えんの？赤いよ。大丈夫ですね。よかったわ。あとは白クラッカー食べましょう。喉乾くけど飲み物いっぱいありますからね。マザーグレーの家で雪溶かせばいくらでも水分は手に入るのでいいでしょう。なんか別のもあるかい。皮はまだ乾燥しきってないんだ。あれ、別の皮あったよね、そういえば。これ置こう、捨てよう。あと、カーゴパンツを拾ったんで、これ履きたいな。こっちの箱はよ。
ウィルのズボン、あ、これいらないな。こっちのがいいよね。重いけどね。こっちでいいか。で、いらんもん捨てよう。もうウィルのズボン捨てちゃいましょう。あとは、何捨てよう。ジャケットまた別のものにしようかな。これいらないな。これいらないですね、これ。ボロボロのシンプルなフード付きジャケット、これも捨てましょう。これで軽くなりましたね。19.18。じゃあ行こう。あ、これもらおうかな。これいっぱい飲んでから行こう。で、ミッションは、マザー・グレイの大切にしていたものが盗まれた。それを見つけて返してあげよう。リリーの墓を見つけ、彼女のために祈ろう。やっぱそうですね。なんか突風吹いてますけどね。大丈夫かい。もう最悪明日になるかもしれない。今日は行けないかも。ああ、無理なやつだな。ダメだ、トランプするしかない。時間潰しましょう。1時間。音だいぶ収まりましたね。もう行っちゃうか。怪しいな。おい、ちょっとあの狼の量おかしくね。3匹いるぞ。カラスは、あ、あー、あれ昨日のだ。こっちには狼いるかな。いませんね。うまい具合に降りていかないとね。怖いね。あ、そうだ、焚き火じゃあ松明持っとかないと。死んじゃうよ。何で作るんだっけ。あ、違う、これだ。あ、枝木がない。枝木拾わないと。あったわ。枝木3ついるのかよ。行く途中に落っこってないか。よーく見ないと。あった。じゃあ火つけよう。さあ行かないとね、火が消えるまでに。墓か。教会の場所はね、把握してるんだけど、墓を探るまでに狼に遭遇しちゃって、どこに墓があるのか覚えてないですよね。今目の前に見えるのは全部木ですよね。伐採された後の木。切り株。教会の右側にあったかな。どっちだったっけな。左は湿地帯ですもんね。奥かな。狼いるじゃん。ちょ、やめてくれ、本当に。居すぎなんだよな、この辺り。植林場。また別の場所に来てしまいました。じゃあ走っちゃいます、もう。
あれ、これじゃね？あ、これなんだ。この間に狼に襲われて食われたら笑いますよ。バーカーさんじゃん。ミッション、新しいミッション更新された。帰ろ。狼が来るまでに帰っちゃいましょう。あと火が消える前に。遠吠えが今聞こえたぞ。それと雲行きが怪しい。非常に。怖いな。あ、松明あるからね。狼はビビって寄ってこないんじゃないかな。右の方にめっちゃいたんだよね、3匹ぐらい。これ左の方を寄りながら行きましょう。あー、この音楽俺嫌いなんだよ。不安を煽るような音楽やめてくれ。見えないな。霧が濃いな。あれ、なんか俺別の場所行ってないか。あ、あったあった。これ登れるかな。この辺りだったら登れるか。届けましたよ。さあ話してくださいよ、真相。Lily was your daughter. You have a good heart, Mackenzie. You see things others would miss. But the name, Lily Barker, related to the farmer? He said they were liars and cheats.The years have made me angry. Lily was my daughter. Our daughter. I am also a Barker. The farmer was my husband. You lived apart. Yes. Lily died climbing.She wanted to summit all the peaks on Great Bear. 登山家 Already very talented. One day she went out alone. I said no. But he said yes. Let her go. She needs to face it alone. So she faced it alone. And...I never forgave him. And the pearls? They were my mother's. I gave them to Lily on her 16th birthday, the year she died. I wanted the pearls buried with her, but her father wanted to keep them to remember. We fought bitterly.And never spoke again. Losing a child is... Like losing your own life. But now, maybe you can save your friend. And Lily's death doesn't have to be for nothing. How? Take this key. Upstairs, in my Lily's old room.Is a trunk with her old climbing things. Take the rope and the map, follow Lily's path, and you'll find the back way through the mountains.
It's the only way to find the route to Perseverance Mills. I hope you find her. クライミング? What will you do? I'm content to sit here and think of my Lily resting with her favorite pearls. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. I'll try to come back. Or I'll send help for you. There's bound to be someone out there who can help. My journey is finished. But yours is only beginning. Go. Go and don't think of Grey Mother or Milton. We're of the old world now. The new world is for the strong to survive.ということでね、今回は大してプレイしていない、あ、また、飯もらいましたね。大してやってないような気がするんですが、ストーリーは結構、進んだんでね、一旦ここで切ろうかな。まあ、今回は、銀行の中にあったセーフティーボックスの中身を回収しました。その中身はグレイマザーのお母さんが、グレイマザーに、そしてグレイマザーがその娘のリリーに、送った真珠でしたね。で、そのリリーは死んでしまって、今、その、教会の近くの墓場に埋められてるんですよね。一緒に埋めようかなと思ったんだけど、バーカーの農場のおっちゃんは、形見として持ってたんでね。それ銀行に預けちゃってたのを、それ回収してきたというミッションでしたね。次回はどうやらこのうちの2階にあるリリーの登山用具を、取りに行けとかなんとか言ってましたね。まあ、それ次回やりましょう。区切りんで、ここで切ります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さようなら。